前回の数から大量の資材が余っているということで、我々はそれを使って埋め立てを行うのだ。クリスマス会場をきれいにきれいにやっていくと、そこにはなんともまあでっかいでっかい会場が出来上がってしまったのだ。さてさて、少しずつ装飾頑張っていくぞ。カズさんとサンダーちゃんのグッズを出す予定はありますか？あるよ。あるよあるよ。なんならさっき2人でデザイン2人で作るかって言って、オラたちが書くやつもあるかもよ。心配。うちらが白だからいいやつ書いちゃうぜ。心配だぜ。心配だぜ、買ってくれよな。はい、どうもこんばんは、カズクラです。高いサンダーだ。さあ、そんなわけで今日からちょっと装飾の方やっていきましょうか。いいねいいね、どんどん進めていこうぜ。さあ、そんで、今回はこの切り立った崖側というか、そこら辺をやっていこうと思います。オッケー。いや、やっていきたいね、綺麗に。ここら辺綺麗にしたいね。周りこれかかうだけで映えると思うんだ。なんかいいしない？ここら辺いいし、特別ない、なんもないわ。あれ、オウムさんだ。カズクラに向かっていくよ。カズクラ懐いてるオウムさんいたのか？え、誰？え、なにこれ？わかんない。急に懐いてる鳥が現れたぞ。カズクラの方に言うってことは、カズクラが餌付けしたんだよな。お前、まさか、サンダーのおじさんを連れてきた時に、いたよな。いたよな、確か。置いていくと言って、置いてかれたオウムさんが。ここら辺通ってきたのかな？あれ？お前いたんか？これ待ってろ。こんなとこにいたんか、お前。すげー。びっくりした、今。1月だよな。1月、やばい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 。ずっと探してたんじゃないのか、もしかして。すごいすごい、ようやく出会えたよ。ようやく出会えた、エモい。いやー、よかった、で出会えてよかった。探してたよ、ずっと。嘘だろ。この12ヶ月絶対忘れてたよね、お前誰って言ってたよな。探してたよ。よし、じゃあ拠点に連れて帰ろう。いやいや、ここのクリスマス会場で最後パーティーしようよ、このこと。そっかそっかね。オウムさんの泊まり木も作ってあげたいね。ね、作っていきたいなこれ。ちょっと待って、なんかこうなってくるとさ、なんか今周りの側をなんか光らせるとかなんとかってした言ってたけど、うんうん、なんかおしゃれにしたくなってきた。なんかどういうことだ、聞こう。この青色綺麗だなと思ってさ。あ、羽の色で、最近クリスマスって結構ブルーカラー多いじゃん。多い、白とかおしゃれなツリーあるね。だからこの側を、うんうん、まず外側、ここをブルーでぐわーっとこの高さまで上げて、一番上だけ光らせるぐらいの。青色と言ったらなんだ？羊毛だよ、羊毛。羊毛なら無限にあるな。ゴリゴリに、なんかこっちもさ、赤だからさ、青は映えるだろ。確かにね。青色でいこう。オッケー。やっぱ人工的なものをね、作ってかないとね。そんで上に雪を一面敷き詰めたりとかさ。オッケー。そうするとだいぶ雰囲気変わるんじゃない、ここら辺も。いいじゃん。一旦はなら青色を敷き詰めまくっていきましょうか。オッケー。本当は贅沢にラピスラズリを使いたいところがとこだけど、確かに。そんなもんはねえよ、もちろん。ないねえ、ブロックにすると少なくなっちゃうからな。ねえよ。おいしょ。これどっちにする、どっちにする。青色3種類あるよ。遠くから見て目立つのは水色かな。水色にしよっか。オッケー。氷感もあっていいじゃん、こっちの方。確かに確かに。よーし、たらふく持った。こちらもこれを切り立った感じで置いていくっていう、うん、そういった作業だ。オッケー。やばい、違った、変なところ置くと壊すのがめんどくせ。カズクラと反対方向に進んでいけばいいってことか。そうだね。あ、どういう風に置いてってるこれ。石が見えないよう置いてるよ、この角っこの処理。あー、オッケー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 。膨らましている。はいはいはい、膨らましでね。オッケーオッケーオッケー。な、膨らましでいくぞ。わかった。これ結構すぐ終わるかもしれないな、なんだかんだ。よく聞くけど終わんないんだよね、結局。果たしてどれくらいで終わるだろうか。結構すぐ終わるかもしれないな。よし、ちょっと見てみよう。うおー、いいんじゃないのこれ。もう上まで行ってるの。すごいすごい、そういうことか。え、綺麗じゃん。綺麗。え、めっちゃ良くないこれ。かわいいかわいい。側がかわいいよね。ということで、今終わったのがだいたい5分の1ぐらいです。頑張っていきましょう。まだまだですよ。まだまだ頑張れる。よし、では無のお気置きタイム、皆様は音を楽しんでってください。寝ないようご注意ください。お、
終わったんじゃないこれ。まだ終わってない。なんか声がするな。めちゃくちゃ燃えてる。熱い熱い。ほんとだ。あともうちょっとだ。これでよしと。もうちょっとだぞ。もうちょっと、もうちょっと。あ、ここすごい深かったんだね。そうそう、上までまだできてないんだ。まあでも深い方はね、これ映えるからね、深いところ。うん、確かに。内側映えるぜ。おかわりや、まさかの。おかわりか。おかわり。サンダーので終わったかも。あ、終わった終わった。では見てみましょう。うわー、なんかすごい素敵なんだけど。いいじゃん。え、どうするどうする。これ上光らせるか、うんうん、それともそのまんま雪を乗せるか。なるほどね。縁取りしたい気分もでもあるんだよね。雪を乗せるっていうのはメス拠点みたいにちょっと上を溢れさせるみたいな、そういう装飾。そう、上を、まあ、雪で真っ白にするってだけ。ここの会場だよな。そう、そう、ここの会場。雪そんだけあるかな。ちょっと怪しいな。わからんけど。雪盗みに行くか。うん、なかったら盗みに行こう。わかった。いやー、すごい綺麗だ綺麗だ。綺麗。これ、上ももう一段青色でもいい？いいねいいね。もう一段だけ青色。オッケー。もう湧きつぶしなんか知るかと。湧いたら湧いた時だ。一段これでやって、で次は上に白を一面にやるだけでもうすごいことになるぞ。銅はどうするんだ。これ銅はどうしよう。銅だけに。ありがとうございます。ありがとうございます。カズクラ、銅はどうしようかな。どうしようねー。マジで雪問題もあるから、雪集めてる人なんていないか。いや、まあまあ、マロくんの中にね。あったの？一個だけあると思う。雪ボックス。雪ボックスが。うわ、でもめちゃめちゃいいじゃんこれ。めっちゃいい。まあ、とりあえず羊毛はもういらなくなりましたので。持ってきすぎたー、これ完全に。返却、返却だね。はい、今こっち入れた。返却リストはサンダーがもらっておくね。はいはい。ほんで大量のカラシュルカーもちょっと絶対ここにいらないから。うんうん。ちょっと拠点返すなりなんかしとく。これわかった。今雪張るとき邪魔だからこれ。じゃあカラシュルカーを持って帰り際に雪を持ってくるね。うん、ちょっと頼むわ。わかった。メス拠点はこれから大量に城作りで雪使うから勘弁してやってくれ。わかった。あとは任す。雪なんていっぱいあんのかな、どっか。どうだろうな。まず自分の拠点にはある。ナイス。あるぞ、思ったより。俺たち真面目に集めてたんだな、ちゃんと。そういうことだな。はい、ワンシルカーゲットいたしました。ナイス。サンダーも心当たりがある。心当たりっていうか、サンダーのとっておきを出そう。どこですか。メス拠点のドラム王国の氷の塊集合。いや、サンダーのとっておきを見せよう。なんだこれ。また人の拠点に勝手に建築してるんだ。確かこの辺にあったはずだ。あったあった。あるあるある。これ氷だけ置いていってもらおうかな。雪ブロック使えばいいやつか。いいよ、また集めればいいし。結構足りるんじゃない。サンダーも雪入りのシュルカー持ったから意外といけるかもね。いけるぞ。ほんで、あの1マスから出ればいいだけなんだな。氷を削ってもらえればどこから出てもいいよ。うわー、あ、出れた。すげー、イエーイ。はい、待ってるよ。うちも一発で決める。坂行きます。そう。はい、残念。横穴開けて。悔しいです。サンダー戻るね。うわー、映えてる映えてる。これちょっと余計なもんがいっぱいあるんだけど。なになに。マロくんのとこのシュルカー。ラージチェスト作って入れとくか。ちょっとそうしよう、それ。あー、でもこんな結構簡単に埋まってくよ、これ雪使うと。そうなの。十分だと思う。今端っこをちょびっとずつやってるんだけど。やべえ、楽しい雪詰め作業。だからこの銅の場所も変えないといけないなっていう。そうだね。めっちゃ置いたのに、どうしようこれ。本当だよ、計画性のなさが現れてる。これどうしよう。途中まで敷き詰めてから考えるかな。わかった。どうですか。こちらシュルカー全部いけました。おー、キレキレ、お疲れ様です。キレイです。これどうしよう。これどうしよう。このエメラルドブロックに巻きつける。何を。銅ブロックを。あー、なるほどね。そうしよっか。そうしようか。ちょっと端っこからちょっといろいろ混ぜながら。あー、でも結構錆びてきてるじゃん。やっぱ錆びが始まると早いもんで。いいねいいね。いい感じいい感じ。一回錆び始めると早いのか。早いんだって本当に、そっからのスピードが。
ちょっと巻きつけていきますね。巻きつけてお願いします。とりあえず崩していけばいいか。そうだね、一回崩してもろて。我らは一体何をやっているのか。いや、そこは自分でもよくわからない。削っては埋める、削っては埋めるを我々はやるのだ。こうやって試行錯誤してそういうことを楽しむのがマインクラフトということか。そうです。ですな。何も無駄はないんです。ふふふ、そう信じている。年取ってる人がよう言うやつです。何も無駄はない。効率が悪いだけ。そうだけど効率は絶対ある。世の中無駄なことは1ミリもないと思うけど、うんうん、こんなものは寿命無限の人だけだ。俺たち作業頑張ってるから年末には青々とした綺麗な綺麗な動画撮れるぞ。きっと撮れるに違いない。そこからまたどう建築。そう、無限にループは続く。あははははは。おー、だいぶ消費してるぞ。今マグ兄さんのところでもだいぶ動画焼けてるはずだ。おー、ゾッとする。あははははは。いやでもこれ見るとただのほんとちっちゃな銅の塊だ。こんなもん。本当だ。それ中もみちみちに埋まってるの。みちみち。それってさ、空気に触れてなくても中から聖堂になるのかな。うん、だと思ってやってる今。なるほどね。そう信じてる。え、ではマグさんのところに取りに伺います。お願いします。今取りに行きます。大人気企画。完全に泥棒やん。今取りに行きますって。今取りに行きます。マグさん待っててね。焼け取りますわ。ナイス。まあでもそんなびっくりする量ではないな。なるほど。今削ったやつ焼いてこようかな。うん、もうそんなもんすぐだぞ。よし、じゃあこれを焼く。今焼きに行きます。おー、こっちは今焼きに行きますだ。ふふふ。うおー、なんかかっこいいね。銅タワーかっこいいね。銅タワーめっちゃかっこいい。よし、できたか。できた。さんちゃんこで焼いてた銅も回収してきた。バッチリだな。バッチリ。よし、銅タワーの完成。完成。銅ツリーというか。よし、あとは雪を敷き詰めて綺麗にしていくぞ。そうだね。いやー、これもまた地味な作業が。間違いないぞ。いやでもこれわりかし早いからね。期待してる。はい、今、勝村です。はい、勝村さん。おそらく現在の在庫でおそらく半分ができたと言ってもいいでしょう。なるほど。半分足りておりません。でも綺麗だね。いや、めちゃくちゃ綺麗ですよこれ。これはめっちゃいい。いや、めちゃくちゃいいじゃないこれ。ただ上のガラスも足りてなくて雪が積もってしまってる箇所が複数箇所出てきております。本当だね。それも問題ですね。広げたからか。それはまあ今度にしよう。おいおいだ。おいおいだ。でもこの雪はちょっとどうするよこれ。今のある分か。サンダーシルクタッチついてるからちょっと取ってこようか。ちょっと掘ってこい掘ってこい。お隣の山から取ってこようかな。お隣の山から掘ってこい掘ってこい。このシュルカーに雪入れておくね。うん、よろしく。よろしくな。 OK、 任せろ。いざ行かん隣の雪山へ。おーおー、雪よけずれろ。おーおー、気分は除雪車だ。こちらようやく半分超えました。ナイスデイス。在庫の具合はどうですか。今もうそれ全部いただいたとこです。 OK です。手持ちに加えさせていただきました。ありがたく。すぐなくなるパターンのやつだな。そうです。全力で雪掘ってるから任せて。頼むよ。使い切るまでには必ず焼かれると約束しよう。まさか終わろうとしてるのか、この長い。この戦いについに収縮が。いや、頑張りすぎたよこれ。もう2時間ぐらいやってる。近い。結果早く終わらず2時間やってました。よっしゃー、終わった。終わったということで、いやー、これはすごいぞー。めっちゃ綺麗。いやー、立派な立派な会場ができましたね。これはできました、できました。これはみんな建築しがいがあるぞ。ねえ、いやいや、こんなにぎやかなとこができたらこれみんなやるしかないよな。やるしかない。いやー、すげえ頑張った。これはかかるわな、2時間近く。
綺麗。2時間かかったけどいいのできたね。いやー、ということですげーいいもんできたと思ったら、ぜひまた高評価お待ちしてます。お願いします。上野建築物についてもみんなのコメント待ってるよ。待ってます。はい、ということでまたお会いいたしましょう。じゃあねー、バイビー。